はい、こんにちは、皆さん、こんにちは。はい、公式カウンセラーのまっちゃんです。はい、ということで早速お話に入りたいと思うんですけれども、就活って皆さん知ってます？何のこっちゃいって。僕の息子21歳で今就活やってます。就職活動です。アホかと、今就活やってる場合かと。就活やるんやったら就活やれっていつも言ってるんですけれども、もう何言ってるか分かりませんよね、皆さんね。はい、この意味を今日お話ししていこうかなというふうに思ってるわけなんですよ、ね。で、ちょっと皆さんに質問です。皆さん、これどっちか選べって言われたらどっちがいいですか？毎日200円を失う。1日ね、200円ずつ、はい、こう失っていくわけなんですよ。または、毎日2時間無駄にぼーっと過ごす。1日2時間だけ、ってぼーっと過ごすってこと。ね、どっちがいいですか？毎日200円ずつ失う方がいいっていう方、手挙げてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。毎日2時間無駄にぼーっと過ごす方がいいっていう方、ありがとうございます。皆さん、どっちに手挙げていただいたんか全然僕の方からは皆さんのお顔が見えないのでちょっとわかんないんですけれども、どっちなんですかね。次々いきますよ。ちょっと言い換えてみますね。皆さんの寿命、皆さん何歳まで生きるかっていうのをちょっと仮に仮定します。今日本の平均寿命が83歳ぐらいなので、仮に皆さんは83歳まで生きると仮定した場合、そして、まあ、今の、ね、年ね、まあ、皆さんいろいろあると思いますけど、ちょっと話を分かりやすくするために、今40歳だと仮定させてください。40歳、いやいや、もっと若いって、若い、分かってます、分かってますけれど、一応40歳で固定させてくださいね。はい、ね、そうすると残り44年間ということになってきます。日数にするとこれいくらかっていうと16,060日なんですね。はい、つまり毎日200円ずつ失うとすると、死ぬまでに3,212,000円を失うということになるわけ。まあまあでかいですよね。うん。はい。じゃあもう一つの方ね。じゃあ今度は、1日2時間を無駄に何もせずにぼーっと過ごすとしたら、これも全くさっきと同じ考え方でいくと、残り44年間で、時間にすると32,120時間捨てているということになるんです。ちょっと分かりにくいですね。これ分かりやすくすると、これ日数にしてみます。32,120時間を24時間、1日24時間で割ると、1,338.3日、実にですね、ね、3年半なんです。これ3年半を棒に振ってるってことになるわけ。どうですかね。こう聞くとちょっとなんか雰囲気が変わってきましたね。もう一回整理しますよ。言い換えればこういうこと。毎日、200円ずつ失うってことは、死ぬまでに3,212,000円失うというのと、ね、毎日2時間無駄にぼーっと過ごすということは、死ぬまでの時間、つまり寿命が3年半棒に振る。どっちがいいですか？ちょっとさっきと変わりません？考え方が。同じこと言ってるんですけど。ね。これも分かりやすく言えば、321万円で、自分の寿命を売れますかってことなんですよ。あなたの人生の3年の価値って300万なの？もっと言うと、1年の価値は100万なの？って。失ったお金っていうのは、これまあ生きてさえいれば取り戻せる可能性っていうのはありますよね。過ぎた時間ってじゃあ取り戻せますか？どうですか？まあある程度はね、時間をお金で買うってことはまあできますやん。ね、東京まで車で行くよりも飛行機で行く方が早い。新幹線で行こうが早い。金さえ出せば時間は短縮できる。短縮できた時間で有効に時間を使うことができます。あるいは、まあ、お金出して、今あるやつよりももっとヨーヨーのでかい、あの性能のいい洗濯機を買うた。そうなら、洗濯する時間が、まあ、10分か20分か、ね、短縮できるかもしれません。でも、短縮してできることが増えるだけで、生きられる時間の総数っていうのは変わりませんよね。じゃあここで変わってくるのは何かっていうと、残された時間で何をするのか、何ができるのか、どう過ごすのか、ここがポイントなわけなんですよ。残された時間っていうと、どうしてもですね、このことについて考えてしまいますよね。
まあ、こんな話をすると、なんかこう死ぬのが身近に感じられて、ああ、なんとなく死ぬの怖いなって感じになりません？そもそも死ぬというのは命を失うことでしょ？じゃあ命って一体何ですか？命というのは時間なんです。命を失うことが怖いのならば、時間を失うことも怖いはずです。さあ、さっき皆さんは200円失うのと時間無駄に過ごすのとどっちがいいっておっしゃいました？考えてみてください。これまで時間を無駄にしてこなかったでしょうか？時間というものがいかに貴重で、そしてこれからどう使っていくのか、そんなことを考えるきっかけなのが就活っていうわけなんですね。ちょっと具体的な話をしていきます。想像してください、皆さんね。そうですね、まあ、皆さん自身でもいいですし、自分の親、お母さんね、お母さん常々言うてました。もうね、もう私がもし倒れてじゃ、もしじゃ、もし倒れても助からんような状態やったらな、もう私な、こないしても寝たきりになって、もう管にいっぱい鼻やら口なりに耳やら管つながれて、もう生かされるんや、嫌やけん。ね、もうこんな時は、延命治療やせんといて。って常々言われてたんです。ところがですよ、ある日のことなんです。お母さんが、救急病院に運ばれました。そして医者に息子と娘が呼ばれました。実は脳出血でお母さん倒れて ICU に今入れられたんです。お医者さんこう言うんです。まあ大変お母さんはね、厳しい状況ですね。まあはっきり申し上げまして、回復の見込みは難しいですね。どうしますか？人工呼吸器続けますか？どうしましょう？急変の場合、心臓マッサージしましょうか？人工呼吸器、人工栄養入れましょうか？どうしましょうか？いろいろ聞かれるわけですよ。ねえ、もうね、二人は慌ててますやん。ねえ、気が動転してますから、できる限りのことしてください。お母さんまだ死んでほしくないから。で、結果ですよ。お母さんの希望は叶いませんでした。ちゃんちゃんってわけ。皆さんどうですか？延命治療希望しますか？皆さんの親なんて言ってますか？ね、実は、国の調査で去年ね、65歳以上の方に聞いたところ、9割以上の方がもう回復の見込みがないのならば延命は希望しませんっていうふうに答えてるんです。で、こういうですね、本人が元気なうちに自分のこうしてほしい処置というのを意思表示しておくっていうことをリビングウィルって言いますね。生前の意思っていうふうに言ったりもします。例えば、まあ、口から物が食べられなくなったような状態。そんな時に人工栄養で栄養を入れるのか、もう胃ろうを作ったり、鼻チューブでそこからこう胃にあのチューブつないで栄養を入れるのか、あるいは点滴で行くのか、ね、中心静脈から行くのか、または人工呼吸器つけるのか、心臓マッサージするのか、ね、血圧が下がってきたら昇圧剤を行くのか、ね、出血が止まらんときにはもう輸血はするのか、腎不全に陥ったら人工透析するのか。大抵こういう事態になったときにはもはや本人の意思っていうのはもう確認できない状態になっているんです。ですからその場合は家族の了解っていうのが優先されるわけなので、できるだけ元気なうちにそういう希望、親の希望っていうのをきちっと形にしておかないと、これしてほしくない処置をされることになるかもしれないってわけなんですね。で、ね、まあ、こんな考え方があります。人間ってね、まあ、年を取るに従って、老齢になるに従って、次第にもうだんだんと食べる量が減ってくるんですね。で、食べんでも自然に苦痛を感じにくくなってくる、こう生理的メカニズムというのが働いて、着々と死ぬ準備を
していってるんですね、人間の体って。がんとか脳梗塞とか認知症とかね、こういうのってまあ病気では間違いないんですけども、ほとんどの場合老化が原因だったりもするんです。がんっていうのはもう免疫力の低下なんですよね。がんって若い人にもみんなできてます。でも今は免疫力が高いからそれをやっつけてくれてるんですけど、その免疫力が低下してくる。あるいは脳梗塞、動脈硬化って言ってね、こう血管のパイプの詰まりですやんね。普通のホースでもいつも長いこと使いよったら目詰まりって起こしてくるでしょ。それと一緒で血管というパイプの目詰まりね。まあ認知症も言うはその通りですよね。いずれにしても車の部品と同じでね、耐用年数っていうのがあるんです、ものにはね。ね、耐用年数が近づいてくると、もうあちこちが不調をきたしてくるっていうのはもうこれ当然といえば当然の話なんです。なのでこれまあ寿命が来て人生の終着駅に近づいてきている人に死なせないための医療を施すということは、これ本来自然の摂理に反してるんじゃないか。過剰な医療はむしろ患者本人を苦しめて尊厳を奪うことになりはしないんだろうか。そんな考え方があります。かつては方法がある限り延命治療はするべきだっていうふうに考えられていた時代がありました。もうほんの数十年前までそうだったんです。僕が仕事入職した頃はまだそんな時代だったんです。ですが今ではもうね、医師主導の治療から患者本人の意思を尊重した看取りっていうのがもう受け入れられるような時代になってきました。何がいいか分かりませんよ。でも要はどうありたいか、どうやって生涯を終えたいか、そんなことを今のうちに生きてる者同士元気なうちに話し合っておくってことが大事じゃないかなっていうふうに思うんです。でそこで活躍するのがですね、エンディングノート聞いたことありますかね。エンディングノート知ってますか ね、よくね、遺言書とか遺書とかって言いますけれども、遺言書って何かというと、もう遺産相続に特化したものですよ。財産分与を法的に、まあ、残った人たちにどう相続させるものなのかっていうことをきちっと明記したもので、これにはもう法的な強制力、拘束力っていうのがあります。遺書っていうのは何かっていうと、最近ねもう若い芸能人のこう人気の芸能人が自殺したりしてますけれども、自殺したするときに本来書くやつです。遺書っていうのは最後のメッセージですよ。じゃあエンディングノートって何かっていうと、これ、まあ、これも死んだ後残された人へのメッセージの意味合いもあるんですけれども、それよりもむしろそれを書くことによってできる自分自身への人生の記録だから、終わりのための記録だけじゃなくて、これからまだ死んでませんからね、これから未来の生き方、死ぬまでの未来の生き方をきちっと自分の中でコミットメントすることにも使えますよっていうことなんですね。じゃあそもそもエンディングノートって何歳になったら書くもんだっていうふうに皆さん思います？そうやな、もう60歳とか70歳ぐらいになったら書いた方がいいかなってどうしても思っちゃいますよね。なかなかね、自分の死ぬことについて、考えるっていうのはなんか縁起が悪いようやし、まだまだ考えたくないし。でも違いますよ。二十歳代から書いてください。ね。二十歳代から死ぬこと考えるんかって言われそうですけど、エンディングノートは何度も言いますけど、死ぬことだけを考えるんじゃないんです。今後の人生の助けになるものだっていうふうに考えてください。ですから、まあ、何歳から書き始めてもいいです。まあ、今から書いてください。今日帰りに。エンディングノートこうって書いてください、ね、30歳代だとしたら皆さんも働き盛りじゃないですか。こんな時にまあ事故にでもおたら残された家族は大変ですよ。40歳代、ね、そろそろ親の今後の在り方とかっていうのが気になってくるし、親との関係立ち位置を考えるきっかけにもなります。50歳代、いやいやそろそろ社会人生活の終わりが見えてくる頃なんで、まあ、自分自身のセカンドライフの在り方っていうのを考えるきっかけにもなってきます。60歳代、ね、もうそれ以降になってくると、もともと50歳代の時に立てた自分のセカンドライフをきちっと実践できているのか、あるいは軌道修正を図る方がいいのかどうか、そういうことを考えるきっかけにもなりますよっていうことなんですね。
で、エンディングノートで例えばどんな項目があるのかっていうのをちょっと軽く紹介しますと、こんな感じ、もういちいち説明はしませんよ。まあね、こんなんまだ先でええやんって思うかもしれませんけどね。でもね、ちょっと考えてみてくださいよ。人の致死率って何パーセントか知ってます？ 100% なんですよ。まあ中にはいますよ。わしは陽明酒飲んでるから不老不死なんや。言うてる、言い張る人もいますけれども、基本は生きてる以上、人は死ぬことになってるんです。知ってました？ただ、それはいつかわかりません。だから、いつか死ぬ日は来るけれども、それは今日じゃない。明日じゃない。ってみんな思ってるんです。だから、なんやかんや、何でも先延ばしにしちゃうんです。ね。自分が死んだな後のことって、きちっとリアルに想像したことあります？それこそ、親が死んだ後のことでもいいですよ。親が死んだらどうなるんやろ。死ぬときどうなるんやろ。ここ、私の葬式っていうのがありますけどね。ね。例えば、ちょっと具体的に想像してみましょうか。葬式行きましょうよ。皆さん、葬式って豪華に弔ってほしいですか？あるいは、こじんまりと弔ってほしいですか？豪華に弔ってほしい方。こじんまりと弔ってほしい方。はい。皆さんの顔が見えません。多分、こじんまりとの方に手を挙げた方が多いんじゃないかなと思ったりするんですけど、皆さんの親御さんはいかがですかね？親御さんなんて言ってます？うちの親父はね、ずっと言ってますわ。ああ、もうみんなに任せる。もうとりあえず質素にやっといてくれ。ね。いつも本来言うてますわ。いっちゃん安いやつせえよ。いっちゃん安い。もう葬式に金やかけることない。すですね、こう言われてました。ですから、まあ、その言葉に従い、良かれと思って、とりあえず質素にっていうふうに発注するとするじゃないですか。そうしたらどうなるか分かりますか？こうなります。こんなはずじゃなかったって。どういうことか。ね、例えばですよ。皆さんね、まあお父さんが亡くなったとしましょうや。ね、お父さん亡くなってから葬儀屋を決めるまでの時間ってどれぐらいあるか知ってます？ね。どれぐらいやと思いますかね。はい、2時間です。もうね、大体ね、まあ、病室で亡くなりますやん。30分ぐらいはね、お父さんありがとう、今までありがとうな、よう頑張ってきてくれてな、ありがとうな、安らかに行ってや、お父さんな、ちょっとお父さんって言って、もう悲しみに暮れてるわけですよ、子供たちを、ね、含めね、家族たちはね。ほんなら病室のね、扉をコンコンって叩く人がいるんです。お父さん、はい、何でしょう。そうしたら看護師さんが顔を覗かすわけ。すいません。はい。お悲しみのところ、大変申し訳ないんですけれども、あと1時間ぐらいしたら、ちょっと病室を開けてもらわないと、もう次の患者さんが待ってらっしゃるんです。そりゃそうや。ね、病院というところはもう回転率が命ですから、どん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 回転しています。ね、次々患者さんが入ってきます。早う病室開けないか。そこで慌ててですね、このお父さんどうしたらええんやろって、ほらな、だって軽4の助手席にね、お父さんの遺体このふーんと乗せて、こうやって運んで帰るわけにいきませんがな。誰がこうやって運ぶんです、遺体を。ね、こんなん運んでもらわないかん。業者に運んでもらわないかん。業者って何よ、葬儀屋だろ。葬儀、ほな葬儀屋さん探さないかんで、どこに葬儀屋にしたらね。スマホ出してぼわーっと葬儀屋さん探すわけですよ。スマホ屋さんなんて探したことないもん、ほんな分かれへん、どこがええやら何やらって、ってことはパニックってるんですよ。ほんなら看護師さんが聞くわけ、その時に。すいません、葬儀屋さんって決まってらっしゃるんですか？いやー、それがね、今探してるんですけど、こんなんがもう初めてのことなんでね。じゃあ、もしよかったら、病院の方でもう葬儀屋さん呼びましょうか？構わないですよ。ね。もう、ほうなん？もうほうなん、なん、どこか分かれへんし、もう、それがそれ、そうしてくれるんやったら、お願いしますって言うてまうわけ。ね。そうなる。ほんなら、まあ、葬儀屋さん呼んでくれて、ね、近くの葬儀屋さん、運んでもらいますや。運んでもらったらはいいですよ。でもね、運んでもらったはいいけれど、葬式はじゃあ別の葬儀屋にしますって、これすっぱり言える人はいいですわ。
ね、厚かましい人はいいですけど、普通は大体葬儀屋さんに運んでもうとんやから、そこの葬儀屋で葬式になるっていうのは、まあ大体自動的に決まるもんですやん。ね、まあそうなってくると。ね、別にしっかり調べたわけではありません。そこが安いのか、ぼったくりなのか、良心的なのか、悪徳なのか、もう相場がわかりませんや、慣れてないから。わからんまま。ね、頭の中がもうパニック状態に陥ってますから、もう考える力がいつもの半分ぐらいしかないんです。はい。ということで、結局、交渉が始まります。どのプランにいたしましょうか？いやいや、いっぱいプランあるやん、これって。最近ね、日本の葬式の平均って大体150万ぐらいなんですね。まあ普通、まあちょっと安くても120万一般葬とか、もうプレミアムになってきたら、もうこれこそ180万、200万とかっていうのもあります。まあ上はもう限りないですよ。ね、家族葬やのが最近流行ってますけど、家族葬やでもまあこれ50万とかって、実にまあ様々なプランがあります。で、これまあ、込み込みとかって言うてるけどちゃいますよ。やっぱりこれね、オプションっていうのがあるんです。ぼんぼりだの、花輪だの、棺桶、霊柩車、骨壺ってね、なんやかんやといちいち松茸梅って、まあ、追加料金かかってくるわけなんですよ。こうなってくると、まあ、これどうしますか、あれどうしますかで、次々聞かれる。いちいちだって、そんな、あ、それは結構です、それは結構ですとかって、ケチケチした態度も見せられへんやん。ね、なんかこう、亡くなった人にこう敬意を払ってないみたいで。だから、ね、ふっかけられてるんかわからんし、これ良心的な相場で言ってきてるんかわからんし、さっぱりわからん。でも、ね、あ、ちょっと検討させてもらいます。来週答え言いますわ。言うわけにいきませんから、もう今日明日には通夜葬式が始まります。早う決めないかん。ちょっと待てよ。ん？直葬って何や？直葬。8万8000円。安っ。安いな、これ。何何何？通夜も葬式も書なのかもなしか。へえ。親父なんて言ってたかな。質素にやってほしいって言ってたやん。いっちゃん安いやつで。これにしよう。いっちゃん安いやつでお願いします。ちょっと待ってください、皆さん。さて、そこにいるのは、葬儀屋とあなただけですかって話なんです。だってね、もう家には、もう近所の人とか親戚とかが、もう押しかけてきてるんですよ。ね、お手伝いさせてください、どうもお悔やみをとか言って、まあ次から次へとやってきてですね、全国各地から親戚もやってくる、ね、息子たちが見たこともない親戚のおっちゃんやおばちゃんが言うわけなんですよ。あのな、親父に対してそんなんでええんか。みんなな、親父のために集まってきてくれとんやないか。ご近所さんに気質でええやろ、かっこ悪い悪い。最後ぐらいな、世間並みの葬式してやらんかい。ね、金は出さないが口を出すのが親戚衆なわけなんですよ。で、結局こういうことになるんです。日頃死んだら葬式は質素にやってくれ。なんていう言葉に何の力もないわけ。だから、そんなことでも、さっきも言いました、エンディングノートに今の意思を明示しておきましょうってことなんです。そしたらね、ほら、見てみーだ、これ、親父の意思やねん、これは、って言って、こう示せるじゃないですか。だから、エンディングノート書いたことちゃんと言っといてくださいよ。わし、書いといても、そのどこに置いてあるかわからんかったら、伝わりませんから。ね？ね？あ、少なくとも葬式というのは生前に見積もりをしておかないと数十万円確実に損すると言われてます。というか、まあこんな感じなんですけど、もし自分が死んだら残された家族ってどうなりますか？自分は後悔なく死ねますか？ちょっとリアルに想像してみてください。親が死んだ場合どうだろうか？そうしたら、今しておけることって何でしょうか？無常を感ずるは菩提心の始めなり。これどういう意味かっていうとね、簡単に言うとね、無常を感ずるってね、世の無常ですよ。無常、特に死を見つめること。これは菩提心、本当の心を求める心の、じゃあ本当の幸せを求める心の出発点ですよってこと。ね、死を見つめることが幸せを求める心の出発点だよって言ってるわけなんですよ。皆さんは、今日亡くなっても悔いはないですか？やり残したことってないでしょうか？普通は、あと何年しか生きられないっていうふうに考えてしまうんです。でも、世の中の成功してきたと言われる人たちは、あと何年しかない。そんな考え方しません。
こう考えるんですね。もし今日が人生最後の日だとしたら、命はあと1日しかないとしたら、何やろうかな。毎朝起きるでしょ、パッと目が覚めたら、今日が人生最後の日や、何しよう、こんな風に考えるんです。つまり今この瞬間瞬間を最も大事にして生きているんだってことなんです。今日が人生最後の日だとしたら、皆さん何します？これが人生最後の講演会だ、これが人生最後のズームだ、これが人生最後のメールやん、これが人生最後の出勤だ、今日が人生最後のこれ歯磨きやーって、そう思うとどんな生き方になるでしょうか。めちゃくちゃ目の前のことに念が入ることないですか。ちょっと皆さんワークしてみてください。ちょっと紙と鉛筆を出していただいてね、死ぬ前にやりたいことベスト3ちょっと書き出してみてください。はい、どうでしょうかね。どんなが出てきました？まさかお金持ちになりたいとか、ベンツ買いたいとか、芸能人と付き合いたいとか、まあ、そんな方はなかなかいないでしょうけど、そうですね、多分お世話になった人にお礼を言いに行きたいとか、孫に一目会いたいとか、ね、まだ言えぬあの人に一言詫びを入れたいとか、ね、そんなことが多いんじゃないかなって思うんですけど、やるべきことがあるんだったら今日にでも実行すべきかもしれませんね。じゃあ2つ目のお題いきますよ。自分のお墓に刻みたい言葉、刻まれたい言葉、これをちょっと書いてみてください。はい、ね、アメリカなんかだとね、だいたいお墓に言葉が刻まれてますね。いつも優しくて笑顔を絶やさず、太陽のように家族を守ってくれた最愛の母、ここに眠るとか言ってね、めっちゃかっこいいやん、そんなん書かれたら。いいじゃないですか。もうこんなん絶対嫌ですよ、もうね、僕なんかもう絶対嫌、もういつも文句を言い倒して周りに嫌な気分を与え続けた最悪の父、ここに眠る、二度と起きないでください。こんなん絶対書かれたらもう自殺するわ。ね。はい。ありがとうございます。書いていただきました。この言葉があなたが今目指すべき人生の目的というわけなんです。皆さんはどんな人間になりたいですか？これちなみにですよ、これちなみに、どうでもいい話なんですけど、ガッツ石松の生前簿、ね、自分のお墓建ててるんですよ、ガッツ石松。まだ生きてますよ、元気ですよ。元気なんやけど、これ観光名所になってるらしいですよ、栃木県に。金色の文字で、ガッツ家の墓って書いた。ほんで、OK 牧場とかね、ガッツ石松の顔がこうデザインされてるわけ、こんな、グローブのオブジェとかもあって。ね、ガッツ石松もお墓にメッセージを残して。はい、まあこれどうでもいいですけどね。はい、さあ皆さん、夏休みの宿題、8月31日までやらん子がいます。皆さんどうでした？そのうち片付けしようや、冷蔵庫のこの上の屋根のほこりが気になってます、電気の傘のこの上のほこり気になるわ、あれいつ掃除しようかいな。仕事もね、リミットギリギリまでやらん子がいるんですよ。リミットがあればまだいいんですけど、いつまでの期限がない人は一向に手をつけようとしない。いつやるんですか？いつやるか。みんなこう言います。いつかやる。今でしょじゃないんですよ。いつかやる。いつかっていつなんですか？皆さん、いつまで生きてるつもり？まだ明日も生きてる保証ってないんでしょ？今日も明日も明後日も自分は死なないと思ってる。死なないから明日に回せばいい。この数字何の数字でしょうか？これある国の平均寿命なんです。どこか知ってますか？これね、
実は日本なんですよ。ね、これね、今でこそ平均寿命83歳ぐらいですけれども、実は昭和20年、男性で 23.5 歳だったと言われています。ちなみに女性は32歳。特攻隊で命を散らしていった若者っていうのは、ほとんどの方が20歳手前ですよ。10代ですよ。ね。この時代の若者たちは、生きたくても生きられなかったんです。ああ、こんな仕事したかった。こんな大人になりたかった。ああ、映画見に行きたかった。彼女とデートしたかった。皆さんは、彼らの憧れた夢の中で生きてる。いいですか？命はイコール時間なんです。あと何年生きられるかじゃないんです。今日何をやるかなんですよ。これが今日のテーマです。死を恐れて遠ざけるのではなく、すぐそばにある現象だと考えて備えることで、生に感謝することができる。こう考えると、生きてること、それ自体が素晴らしいっていうことに気づけるんじゃないでしょうか。生に感謝する。感謝の言葉って、ありがとう。ありがとうですよね。ありがとうって、あることがたしって書きますよね。あることがたしって何？めったに起こらないこと、あることが難しいときにありがとうって言うんです。じゃあ最もありえないこと、それ何ですか？最もありえないことはあなたの命なんです。昭和20年、23歳で死んでいた若者にとっては、私たちのこの毎日の当たり前が全部奇跡の連続なんですよね。我々は毎日起こる出来事を当たり前だと思って過ごしています。歩けるのが当たり前、目が見えるのが当たり前、耳が聞こえるのが当たり前、手足が動くのが当たり前、毎朝ご飯が食べられるのが当たり前、毎朝目覚めるのが当たり前、息ができるのが当たり前、食事ができるのが当たり前、そして生まれてきたのが当たり前。でもね、もし今夜大切な人が交通事故で死んだりしたとしたら、あってはならんですよ。でもそんなことだってあり得るわけじゃないですか。そうしたときに皆さんこう思うんじゃないですか。朝なんで喧嘩越しにカーモミント送り出したんだろう。ちゃんと美味しい味噌汁作ってあげたらよかった。頑張ってねって声をかけたらよかった。今日誰かと出会い、話、笑い、食事をして仕事ができる。こんな当たり前だと思うことが本当は奇跡の連続なんです。日々生きてること、生かされていることに感謝を忘れないで生きていきたい。そんな風に思います。これで僕の就活の話は終わりたいと思います。お付き合いくださいませ、本当にありがとうございました。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。